問される方以外は記者になってもらい、うん、普段疑問に思っていることから噂されていることなど、うんうんうん、どしどし質問してください。なるほど。答える側はあくまでもアーティストらしく真面目に答えるというコーナーですね。なるほどね。で、一点ちょっとルール、まあ、皆さんの口癖であるある言葉を言った時点で一時中断します。うん、おうおう、うん、ちなみにその言葉は秘密なので、まあお互い探り探り話していかなければいけないという、うんね、なるほど。で、まあ最終的にその口癖を言った人には罰ゲームとしてあるモノマネをしてもらいます。はいはい、なるほど、うん、まあこんな感じなんですけど、はいはいはい、はい、ね、次じゃあエリーだよ。僕ですね。エリーなんてもうすぐだよ。エリーさん本当ですか？すぐすぐ瞬殺やもん。俺もう思い浮かぶもん。ちゃんエリーのそんなありますよね、口癖あるよ。エリーはありそうだね。あー、あるね。何やるの、あるの、あるの。あー、それ言うね。自分で口癖って分かんないですね、やっぱ。あー、言うわ。それいこっか。絶対言うわ。それいこっか。いや、それちょっとハメリアにちょっとね、はい、誘導した方がいいかもしれないね。モノマネはエリーのモノマネな、あの声高いやつでしょ。低いやつ全部。高いやつどうあるよ。ああ、はいはいはい。なるほど。いいいいね。ああ、それいいね。はいはい、いいラインです。いいラインですね。エリちゃんに行きますか。はい。本日忙しい中、KOD 最終回記者会見に来ていただき誠にありがとうございます。ありがとうございます。では早速質問お願いします。はい。最近の活動の方はどうですか、はい、プライベートも含め忙しくさせていただいてるんですけども、やっぱ一生懸命やるのは大切だなと。出たーボーン。帯やばい。一発目一発目かよ。開始5秒やったな。本当に終了と思って、俺これで言うともらったもん。確かに。ジャブ本当に早かったな。早いよ。ワードマジっすか。早かった。でもワードまだ言えないんだよね。まだ言えない。ワードも分かってる。まあまあ、じゃあまた考えればいい。まだ考えればいい。やばいな。じゃあちょっとまずモノマネをね。はい。こんな方法いきます。じゃあモノマネ、じゃあちょっとケンちゃん誰よモノマネする。モノマネはさかなクンっすね。おお、はい、思わず今離れちゃったマイクから離れてる。さかなクンの名台詞あるもんね。はいはいはい、さかなクンはね、声高いからな、高いからな、出るからな。ちなみにどんなんでしたっけ。フレーズ、フレーズ、まあ、うん、ギョギョギョだよね。うん、うわやべ、来ますこれ。はい、じゃあエリのさかなクンまで、はい、32、1、ギョギョギョ。これ、好きだろ。あー、面白い。レアすぎる、これ。ギョギョはいいね。これ、なしだね。クイック気味で入ってきた。もう早くやりたかったもん。この子、もう一発はめれそうだね。もう一発いきます。じゃあ、ちょっと NG ワード決めましょうか。NG ワード決めましょう。簡単だわ。まあ、いいね。あー、まあまあまあ、じゃあそれ行きましょうか。行きますか。モノマネはじゃあこれいいじゃん、知ってる、うん、絶対知ってる。じゃあ2回戦、はい、お願いします。はい、エリーさんにとって、はい、パフォーマンス振りを作るときのインスピレーションはどっから舞い降りてくるんですかね。そうです。はい、やっぱり、こう、普段生活の中から、自然と出てくるんですけど、まあ、はい、降ってくる感じで。普段の生活から降ってくる感じ。そうですね。なるほど。でもよく動画とか見られてるって聞いたんですけど、はい、どういう動画見られるんですかね。そうですね。まあ、ドキュメント。ドキュメントノンフィクションってことですかね。ノンフィクションのいろんなドキュメントを見て、なんかいろんなドキュメントあるんで、結構振りはそこから意外と降りてきたりします。ドキュメントからそうですね。じゃあエリーさん、ちょっといつもライブ中にサングラスかけてますよね。はい。あれ踊るとき大丈夫なんですか。あれはそうですね、コントロールどういうことですか、コントロール。首の動きも。あれ、取れない。落ちないように、コントロールされてる。落ちないように、幅は決めてます。動かす幅を。あれ結構不思議だと思うんですよね、コントロール。本当です。なんで、あんまりゴムとか後ろになかなかつけないタイプなんですけど。エリーさん、エリーさん。はい。エリーさんの中で、3代目 JSOUL BROTHERS として、活動していく上で、これはもう、俺には絶対外さないんだっていうようなものとか、こだわりみたいなものってありますか？そうですね、はい、やっぱそのまま自分のスタイルを出すという。なるほど、自分のそのままのスタイルを出すと。はい、なるべくこう
自分の思ったもことだったりを素直に出すようには心がけ、ノンフィクション、ノンフィクション、ノンフィクション、そうですよね、そうですね。エリさんといえば、はい、最近音楽も作ってたり、はい、曲も作ったり、はい、来年にはクローズ公開もありますし、はいはい、記者の一面もありますし、はい、そして振付師としても、はい、なんかね、いろんな振りを3代目で作られているってことで、はい、ありますけど、今のところどの活動が今一番楽しいですか？そうですね、エンターテインメント。ざっくりします。全般。ざっくりします。エンターテインメント全般。エンターテインメント全般。幅広いですね。ダンス。出たー。よっしゃー、よっしゃー、楽しい、ごめん、楽しい、ごめん、気持ちいい、ダンス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 、細かく答えようと思ったらダメだね。何となく予想してた。いや、知らない、知らない、大丈夫だ、なかなか出ねえなと思って。普段だってエリーの口からコントロールが出てくる。めっちゃ面白い。エンターテインメント、エンターテインメント全般。フィクションね、メギ出たね。ダンスか。じゃあ罰ゲーム、罰ゲーム、モノマネですね。モノマネいきましょうか。ふなっしー、お願いします。おー、ここ横浜ですけど、はい、心の準備はいいですか。はい、じゃあエリーのふなっしーまで3、2、1。 KOD 聞いてるなしエリーのなし。これきちいだろ。